サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えました。ピッチの温度は18度。エキシビションをお送りします。京都パープルサンガ対セレッソ大阪、まもなく始まります。解説に松木安太郎さんをお迎えしてお送りします。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフです。両チームピッチに散りました。まもなくキックオフです。ホームの京都パープルサンガ、スターティングイレブンは森下、西田、大野、カルロス、塩谷、セルジオ、大隈、ラモス、山口、ハウジネイ、佐藤翔吉。続いてアウェーのセレッソ大阪、ジルマール、源、川前、稲垣、神田、村田、田尻、マノエル、森島、ナルシーズ、西澤。ディフェンダーの壁は厚かった。サンガの調子はどうでしょう。最近少し疲れ気味ですね。後半の交代時期がポイントになるでしょう。ええ、かろうじてクリア。中央突破は難しいですね。佐藤翔吉、どこに展開していく。あれ、ナイスディフェンス。村田、セルジオ、体の使い方がまずいですね。ですか。苦しくなりましたね。ゴール前チャンスですよ。カルロス、献身的なプレー。本戦です。チャンスをものにできない。いや、危なかったですね。左サイドに長、ここでヘッド、ゴー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 。森島、頭で決めた。セレッソ先制のゴー。抱き合うイレブン。スロー VTR で見てみましょう。落ち着いて決めましたね。ですね。まだ1点じゃないと思うね。そうですね。セレッソの調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日もまあ最後まで頑張る必要があるでしょう。なるほど。村田、西澤、フェイント、カルロス、クリア。タッチラインを割りました。チェック厳しい。稲垣、ラモス、ハウジネイ。さあ行きましょう。奪った。村田、ラモス、チャンスチャンスチャンス。攻撃が真ん中真ん中になってきてますね。ええ、西田、素早いプレス。森島、つながらない。森島、ちょっとボール、ちょっとダイビング気味ですか。ブーイングですね。傷んでいます。セットプレーからの攻撃。マノエ、大きく蹴り出しました。ここから速いっすよ。カルロス、ハウジネイ、セレッソ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですね。ナイスディフェンス、大きくクリアした。リードを広げて終わりたいですね。そうですね。体の使い方がまずいですね。なるほど。激しい大混戦です。大隈、奪った。ハンダ、セルジオ、パスをつないでチャンスを伺います。この動きは読まれていました。いいボディバランスですよ。山口、佐藤翔吉、パスを回してますね。ナイスチェック。塩谷、ワンツー、ロングクリア。次につなげたいですね。ラモス、奪った。ディフェンダーの壁は厚かった。サンガの動きはどうでしょう。動きはあまり良くないですね。ええ、スピードに乗ってドリブル突破。ハウジネイ、稲垣、つながらない。この動きは読まれていました。神田、ナイスディフェンス。大隈、ハウジネイ、どこに展開。森島、カ
かろうじてクリア。さあ速攻か。華麗なパスワーク。塩谷奪った。山口、佐藤翔吉、ベイント前方、カジノ、山口過剰攻撃か。逆サイドへ展開。稲垣献身的なプレー。中盤でボールを回しています。本戦です。カジノ繋がるのか。大熊奪った。森島ドリブル突破。チャンスをものにできない。まだチャンスはありますよ。この動きは読まれていました。チャンスチャンスチャンス。ダメ。クリア。クロスのセンタリング、ヘディング、これは惜しい。サンガ少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ですか。大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。源ナルシージ、大野大きくクリアした。もうちょっとスピードが欲しいところです。ナルシージ、本戦です。ロングクリア。さあ速攻か。フェイント奪った。山口ホイッスル、ファウルです。ブーイングですね。起き上がれません。さあサンガ反撃のチャンスですね。このフリーキックなんとかものにしたいですよ。ヘディング、ナイス。ナイスディフェンス。村田、大熊、ここで笛です。前半終了、0対1。セレッソリードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。さあ早く追いついてほしいですね。ですね。セレッソですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。体の使い方がまずいですね。そうですね。ハウジネイ、守りに入ると押し込まれますよ。なるほど。ラモス、グラウンダーで流した。西澤、前方から激しいアタックだ。ディフェンダーかわして、ああ西田、パスをつないでチャンスを伺います。大野、塩谷動きがいいですね。カジノ、チェック厳しい。佐藤翔吉、半田、山口、切り替えが早い。佐藤翔吉、苦しくなりましたね。奪った。大熊、セレッソの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ええ、大野、素早いプレス、パスを回してますね。村田、ちょっとボール持ちすぎですね。ですか。スピードに乗ってドリブル、スルーパス、ディフェンダーの壁は厚かった。大野、フェイク、森島、かろうじてクリア。まだチャンスはありますよ。献身的なプレー。ナイスディフェンス。チャンスをものにできない。次につなげたいですね。左サイドから上げた。キーパー見事な読みです。クリア。佐藤翔吉、ディフェンスが集中しないといけません。そうですね。西田、いいパスだ。ハウジネイ、グラウンダーで流した。セレッソのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。なるほど。サンガいい展開ですよ。右からセンタリング、華麗なパスワーク。マノエル、ああセルジオ、
この動きは読まれていました。大熊、佐藤昌吉、川前、サンガ、ファールです。今のは仕方ないですかね。大丈夫でしょうか。セットプレーからの攻撃、ナイスチェック、大きく蹴り出しました。さあ速攻か、佐藤昌吉、奪った、波状攻撃か、大熊、両チーム揉み合います。ちょっとボール持ちすぎですね。ええ、サンガのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですか。村田、しかしパスがつながらない。タッチラインを割りました。カルロス、サンガ、いい展開ですよ。稲垣、大きくクリアした。西澤、ナイスディフェンス、ロングクリア。ここから速いですよ。稲垣、速い展開です。ラモス、サンガ、いい展開ですよ。左からセンタリング、ヘディング、キーパー真正面。セレッソ、一糸乱れぬディフェンス。さすがですよ、これがプロでしょう。ですね。とにかく攻めたいですね。そうですね。大熊、カウジネイ、ディフェンダーの壁は厚かった。西田、スピードに乗ってドリブル突破、ハウジネイ、西澤、ラモス、スピードに乗ってドリブル突破、ディフェンスどうしたんだ。左サイドから上げた。体の使い方がまずいですね。なるほど、いい形だ。ハウジネイ、かろうじてクリア。中央突破は難しいですね。森島、前方から激しいアタックだ。献身的なプレー。ロスタイムに突入しました。つながるのか、大熊、パスをつないでチャンスを伺います。ハンダ、0対1、セレッソ勝ちました。今日の試合振り返ってみていかがですか。とても見応えのある内容でしたね。ええ、実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、次の試合でお会いしましょう。まさに手に汗握る